どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回はね、恋愛観についていろいろと、まあ、お話ししていこうかと思いますけども、恋愛にはね、二つの側面があると私は思うんですよ。一つは、あの見た目を重視した恋愛、もしくは見た目から入る恋愛。もう一つはですね、まあ、人の内面ですよね、えー。条件から入ってくる、まあ、恋愛といいますか、育んでいくものになります。これを 大きく二つに分けると、うん、また一つはね、恋愛結婚っていうのがありますよね。もう一つはお見合い結婚っていうのがあります。あのお見合い結婚というのは、お互いのことがわからないまま、接点がないまま、書面でお互いに選び合ってお見合いをする。そしてそこから少しずつ恋愛感情を育んでいくっていうものになると思います。この場合ですね、結構長続きする例が多いんですよね。 これなぜかっていうとやっぱり冷静にお互いの、まあ、いわゆるねスペックを見極めているからでしょうね、まあ、ですんで条件的に当てはまらない人とはそもそも最初から合っていないんでだいたい条件的には長続きする人を選んでいる例が多いんですよねあとはあの加点方式といいますか恋愛感情がないからないところからスタートなんでお互いの いい点をどんどんプラスアルファしていくっていう傾向にあるのかなと。だから、基本的には長く過ごせばすごくほどすごく。数ほど愛情、恋愛関係は高まっていく信頼関係が高まっていくっていう風うな傾向にあるのかなと思います。これに対してですね。恋愛っていうのはね。ちょっと厄介なんですよ。まあ、恋愛っていうのはまあ、見た。目にしても中身にしてもなんとなくお互いのことが恋愛感情的に感情ですよね、えー、好きになっていくっていうことなんですけども、そこにはね。 スペックの細かい、えー、相互っていうのはあんまり関係なくなっちゃうんですよ。で、これをまとめていくと、その、結婚っていうのは、人生で最も冷静に判断しなければならないときに、最も感情的に行動してしまうというね、失敗を多く生みそうな、こういったきっかけになるんですよね。で、この恋愛感情っていうのは、実はね、原点方式なんですよ。お互いのことをいいなと思って、感情的に付き合っていくと。 その中で自分の求めているスペックと相手の持っているスペックが合わなければですねそこを減点していくんですよあこの人はちょっと金遣いが荒いなとかあこの人はちょっと時間にルーズだなとどん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 減点していくんですよねそのたんびに恋愛感情っていうのは下がっていくんですよだから長く過ごせば過ごすほど、まあ、破綻する可能性が高まっていくということなんですよね、まあ、ですんで恋愛結婚には実は離婚の可能性がかなり出てくるっていうことになります なぜなら自分が考えてもしないようなね条件の悪さっていうのをお互いに見ることになるからなんですよ。ですんでねこういった場合でもやっぱりこう減点方式にするんではなくて自分が思ってもみないような相手の汚、まあ、点といいますかねマイナス点があってもそれを許してあげるというかねそれを一つの魅力として感じるというか。 そして相手の至らないところがあったらそういう時こそ自分の力を発揮する番と思っていただければこれは長く続いていくんではないかなと思います、まあ、例えばね、えー、旦那さんがいて奥さんがいる恋愛結婚でどうも奥さんが家事が下手だなと思ったら旦那さんがどん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 やってしまえばいいということなんですよね、えー、そして時にですね、えー、旦那さんがちょっとねこう押し込むことが多いという時はまあ奥さんがですね この人なんか気弱で嫌だなと思ってマイナス点を作るんじゃなくてあこういう時こそ自分が支えてあげる出番だなっていうふうに考えていけば何か育まれていくものがあるのかなと思います、まあ、とかく人はですねあの人のことを減点しがちなんですよね、まあ、そうではなくって減点してしまうところが見えれば見えるほどあ自分がこの人のこのマイナス点を支えていけばいいんだなっていうふうに考えていけばよろしいんじゃなかろうかと思いますはいそしてお見合いの件に戻りますとねお見合いっていうのは最初から書面が届いて それで条件に見合わなかったら、まず会うことがありませんので、恋愛が始まりません。ですんで、うん、いいのかなっていうところがありますね。どちらも一朝一夕ですけども、結局人って長くいればいるほど、相手に、うん、いい感情を抱く、相手の美点を見つけやすいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんでね、もしかしたら、うん、お見合い結婚でもいいのかなと思いますし、まあ、そもそもね、 これからのの時代っていうのは結婚という概念がもしかしたら廃れていくのかもしれませんからそうなった時にはまた新しい考え方が構築されていくのかもしれませんね。えもともと以前は言い名付けなんて制度がありましてねもう本人の意思関係なく自分たちの人生は決まっているようなものでしたし将来は自分が農家をやるのか漁師をするのか親の家業を継ぐのかというふうにある程度ね 自分の進路も生まれた時に決まっていましたからね。今は私たち一人一人が基本的には自由な選択を用いて自分の進路を決める。だからこそ悩みが多いとも言えるのかなと思います。やっぱり選択肢って多ければ多いほど悩むものですからね。はい、皆さんいかがでしょうか。それではお疲れ様です。またよろしくお願いします。